局地的な大雪に見舞われた道内。美唄市では午後1時までの12時間の降雪量が12月としては最大の35センチに達しました。昨日記録的な大雪となった岩見沢市では積雪が85センチとなり、市民は雪かきに追われていました。交通への影響も出ています。 JR は室蘭線や函館線の一部など午後4時現在で特急5本を含む55本が運休しています。明日にかけても東北を中心に日本海側で雪が降りやすい状態が続き、引き続き警戒が必要です。